複車に塗られたジップのボーイング737から200。青に塗られたジップのボーイング737から200。緑色に塗られたジップのボーイング737から200。ジップはアルバータ州カルガリーのカルガリー国際空港の格納庫101番に本部を置いていた、かつて存在したカナダの格安航空会社。この会社はエアカナダが ノーフリルの子会社として2002年9月に設立したものであった。12機のボーイング737を運行し、機材は青、副車、緑色、オレンジ色など明るいネオンのような色に塗られており、クラスを設けない均一サービスを行っていた。この子会社の経営は、かつてウエストジェット航空の CEO であったスティーブ・スミスに委ねられていた。 カナダにおいて代表的な格安航空会社であるウエストジェット航空に直接競争を挑んだジップはカナダ西部の諸都市アボッツフォード、カルガリー、エドモントン、バンクーバー、サスカトゥーン、レジャイナ、ウィニペグの間をつなぐ路線を運航していた。ジップは2004年9月に運航を停止し、代わってエアカナダが西部各地の路線に就航するようになった。ジップは ボーイング737から200だけを運行しており、いずれもヤカナダから取得されたものであった。2004年にジップが運行停止となった際には、機材はいずれも代役となった。2004年8月の時点でジップは以下の各地に就航していた。ありがとうございます。